新総裁、南、院、江名浦剛。案の、若潮主導。なんて悲しい顔なの、強がりばかりで素直になれない、なんて悲しい顔なの。こんな私のどこが好きなの、なぜにそんなに優しいの。私がかわいそうに見えるから、それとも懐かしく思えたから。気まぐれだったらやめてちょうだい、本気で好きになりそうだから。厚化粧は嫌いでしょ、でも今の私、昔の私じゃないから。私はいつも嘘をついてきたわ、お前はいつもそう言うけど、決してそれは裏切りじゃないんだし、そこまで自分を責めることもないさ。お前の背顔が綺麗だったからこそ、あの時手鏡送ったんだ。お前の過去を化粧で隠すためじゃなく、素直な心を映せばいい。俺が今までしてきたことは、時の手のひらの中でお前に示した、精一杯の愛だったんだ。さあ化粧を落としたら髪を溶かして、江名浦剛様、楽しい時間をありがとうございます。最高でした。お料理も、見た目も美しく、お味もすごく美味しかったです。大満足。皆さんぜひ、江名浦様に行って、美味しいお料理と、美味しい黒若潮を、堪能してくださいね。皆さんのお越しを、心よりお待ちしています。
この動画は、服部明個人の制作による個人動画です。若潮酒造株式会社は一切関係ありません。